はい、大和正信でございます。よろしくお願いいたします。令和五年二千二十三年四月三十日日曜日、時間は二十二時三十六分であります。よいしょ。よろしくお願いいたします。ということで、えー、今日ですね、ありがたいことに、ありがたいことに、えー、自称政治家女子フォーティエイト党の副党首、えー、丸山穂高さん。 ですね、私のツイートをあれなんだっけなリ,プだ,かなリプだったかなリプだったかなリプしていただきまして初絡みということでありがとうございましたみんな大好き我らが我らのか我らの丸山穂高さんから、えー、リプを押していただきまして本当にね、えー、あ,りがたいありがたいことにその瞬間にね、えー、まあ YouTube のチャンネル登録者数と同様にあんまりこうフォロワー数が増えても僕はあんまりそんなに 正直そこはあまり重要視してないんですけどまあでもなんか多分増えたのかな <laughs> ある程度増えたのかなまああのフォロワー数も増えたと思いますしそれと同時に、えー、自分がまるで丸山穂高のようなそしてまたまるで自分が東西卒家のようなそしてまた、えー、たかがアプリ党員であるにもかかわらずなんか党関係しゃぶってなんか勘違いしてるバカが。<laughs> 一フに分けましてあ面白いなと、<laughs> ああ我ながらいい性格してるわ <laughs> まあ面白いなというふうに思いましてね、はい、なるほどなるほどとまあ必死だなと、えー、まあおそらくね、えー、丸山さんのことをこうホワイトナイト的にこう救世主的に思ってらっしゃる方はまあまあまあ十中八九間違いなく。 えー、もう心馬鹿信者なんだろうなというふうに思ってるんですけどねまあそれはいいとしてねあのー、あのね丸山さんがねあのー、絡んできたタイミングっていうのがちょっと待ってくださいねえー、っとねあそうそう丸山さんがなんだっけえー、っとあやばい忘れちゃったな。 な <laughs> なんだっけなちょっと待ってかねええっとねうーんとある方が。 えー、丸山穂高リモートワーク否定派か、えー、丸山氏が大津投手が1回も党本部に来たことがないことを問題視する発言、えー、リモート公務を、えー、訴えていたガーシーや懲罰や除名された時と同様大津投手のリモート公務を批判し世論を作る狙いか党の会計書類を渡すなら大津投手も 党本部へ向かうううだろうっていうツイそれがそれをね僕は引用リツイートあ引用リツイートかして、えー「丸山さんと旧 NHK 党時代にご自身が党役員に参加した回数は何回ですかほとんど人書が大出席だったでしょう」なら大津投首にも代理を立てて出席させてもいいでしょう大津側もその辺は異論はないと思いますが知らんけどっていう感じで。 ツイートしたんですで実際問題ね僕ねあのー、ずっと言ってる通り <laughs> 丸山さんの動画見てないんで正直ねこのシーンは分かんないんです。であくまでもねこのツイートされた方の意図を組んで意図を組んでというかその踏まえてね引用率イってしたんであだからもしかしたらこれちょっと的外れなこと言ってるかもしれないなと思いながらも <laughs> ツイートしたんです。で的、うん、外れだったら的外れだったで、あのー、まあそれはね あの謝ればいいし訂正すればいいなと思ったんですけどまあまあま,まさかというか、あのー、今までずっとね <laughs> 今までずっと何をツイートしても何の動画を出してもずっとほぼ無反応でこう間接的に反応されてたご自身のね生配信で間接的に反応されてただけだったにもかかわらずまあそらくこれでつける隙があると思ったんでしょうね丸山さんはね、えーと。わざわざリップしていただきまして。 えー、どれだっけな、えー、丸山さんが、えー「大津さん秘書出席にしてそこでの、えー、決定に従うんですか?えー」って全員の、えー、丸山も自分の意見を言う時は他役員へ委任せず自分で出てましたよねってそれは分かってますよ。<laughs> 全く出てないなんて言ってなななないいいん言っじゃですか <laughs> まあまあいいんですけどね。えますよ大橋さん大好きなんですがあまり法や論理とかは得意じゃないかも存じ上げ,、えー、げるのでどんまいかと知らんけど。っていうことだったんです。まあもちろんねあの繰り返しになりますけど丸山さんの動画見てないんで。 まあまあ論,あの論点がずれてるっていう可能性も十分あるなという思いながらもツイートしたんでまあ僕的にはね <laughs> まあ別にそこはどうでもいいと。で,で僕がやっぱりねあの以前からずっと言ってますけどね党の金の流れとかその辺はどうなんですかって結構ねあツイッターでは事細かにツイートして質問させてもらったんですけどあとはなんだっけ えとまあねあの前の動画でも言った、えー、反社からお金を借りてるんではないかとで丸山穂高さんがその会計関連の書類をね目に通されて問題ないといったような発言をしたと,、えー、と記者会見あ記者会見じゃないや、えー、丸山さんご自身のえっ、ー、となんだっけ生配信か生配信の中でそのような発言をしたといったようなことを小耳に挟んだんでその真意真実 真偽、えー、をね確認したくて、えー、まずそれを聞いたのは一つあとはなんだっけなえー、っと。とねあとね丸山さんがねあのー。 政党法人政党法人格付与法ねの、えー、第9条の4えー、利,益損利益相反行為利益相反行為ごめんなさいね利益相反行為ねをもとに、えー、大津氏が代表にふさわしくないというお考えのようですがでは党から政治家女子、まあ、NHK 党なのかなまあわかんないですけど党から 立花、えー、隆一人放送局に 3, 多分3億5,000万だと思うんですけど、ね、1万3億円以上の貸し付けを行いその金を溶かした立花隆は「えー、利益相反行為に抵触しませんかと?」と法律が詳しいそして 論理的にお話しされることができる丸山さんからのご説明をお願いしますといったようなね、えー、お話とかツイートをしたんですけどもそれが2つ目えー、とあとなんだっけなまあその2つかまあそれ以外のことはね以前から私の動画でも言ってますんでまあそれはいいとして多分2つ目のねえ利,利益相反行為 これに関しては多分ね初めて丸山さんに対して質問をぶつけたんですけども、まあ、残念ながら、えー、ツイッターの更新がないということでお酒飲ん,でんのかな <laughs>、えー、寝ちゃったのかな、はいまあ、ちょっとわかりませんけども、まあ、その辺に関しての質問というかその回答というものが、うん、明確なね回答というものがししかし僕の耳には届いていないてなツイッター上でも、えー、そういったものを目にしない。 なんでななんだろうなとで僕最初にねこの動画の冒頭に自称副党首って言い方しました,しましたけどもう役員は大津さんんだけなんですよあの規約にも書いてありますけどもね、えー、あとは立花孫子ことブーメラン孫子も言ってますけども党の役員は大津彩香さんただ一人と。 いうふうに言ってるんです。で規約にもそうなってるしね。まあ唯一、えー、規約の中で名前が出てるのが立花、えー、久美さんね。立花久美さんの、えー、っと規約というか規約じゃないや役職というのが。 ちょっと待っってくださいねちょっとここ明確にしょうがないとねえー、っとね立花久美さんの役職は臨時管理人ですねはいだから当主の大津彩香さんと、えー、臨時管理人の立花久美さんだけなんですよ規約上で、えー、ちゃんと示されてるのは。 それ以外の方は一切記載されてないんです。はい。であ、ともう一つね。なんか、あの、総会を、えっ、えー、と、開く正当性。えー、あと、定例会かな定例会を開く正当性として、令和3年の時の、えっ、ー、と、役員会だったかな役員会とか定例会の時に、 1> 月1回開くことを決めたからということで5月10日の総会を正当化しようとしてるんですけどすいませんそれはね無理ですよ <laughs> はっきり言ってなぜならば令和3年の8月だったかなえっとちょっと何月か忘れますけどまあとにかく令和3年ってその時まだ NHK 党でしょ NHK 党で決めたことでしょ もう今政治家女子48党っていう党名に変わってるんですよでいやいやいや透明書いただけなんだから令和3年のそういった定例会だか役員会だかわか,かんないですけど忘れましたけどそこで話し合われたことは有効なんだって言いますけどじゃあなんでじゃあなんで令和5年の3月、えー、8日に新しく作られた政治家女子48党の党の 党規約にそれが記載されてないんですかって話なんですよ。年一回の総会だだとかあと臨時か臨時のね総会だったりだとか、えー、役員会かそれをね開くことの規定はされてますよ規約の中ではなんで月一回っ決められたことがこれ反映されてないんですか政治家図書48党で。 丸山さんが主張されてることってあくまでも NHK 党時代の時にきあの話し合われて決まったことなんでしょ僕ちょっとその議事録見てないから分かんないけども仮にそうだったとしてですよ仮に令和3年でそういったことが取り決めになったとしましょう仮にでも政治家女子48党に党名変更した時に党規約でそれが定められてないんですよだって令和3年にそういった ね、月一回っていう取り決めがされたんであれば、これ規約変更案件ですよどう考えても。なんで規約変更に変わってないんですかこれ。申し訳ないけど無理がありますよ。これをひっくり返せられるだけのまあ法律の詳しい丸山穂高さんね、論、え、理、ー、的にお話ができる、えー、丸山穂高さん、ぜひこれ。 論破ししてください <laughs> お願いいお願たしますもうね無理ですよ丸山さん5択並べても申し訳ないけどいや繰り返しになるけども令和3年で決められたその月1の定例会や総会それが本当に決められて決められたんであれば、まあ、決められたとした,した,した,したとしても <laughs> 規約変更案件ですよ。 規約変更しとかなきゃ、そこで。されてないわけですから。はい。無理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 で、当然のごとく、そんなこと、党の引き継ぎの時に、そんなの大津さんに伝わってないでしょ。話されてないでしょ。無理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 そんなの。通らない通らない。規約に書いてないんだもん。無理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 ですよ。丸山さん。 まあまあそ,れでそれでもねご利用しで、ね、なんちゃって倉庫が開くことは僕は全然止めないし、うん、あのいやりたいんであればやられればいいと思いますけども、まあ、そんなものは当然無効だし、えー、繰り返しになりますけどもそういうことをご利用しようとする丸山穂高さんが公平中立の立場で、えー、議長として、えー、信任されて、えー、議事進行したところで。 うーんもうもう結論ありきだもんそんなのとても公平中立だとは思えない何度も言うけど無理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 まあまあね、まあ、まあまあまああの大、ー、なしないですけども <laughs> 頑張ってください <laughs> あでそれとね最後あのー、丸山穂高さんからえっ、ー、と昨日だか一昨日だったかえっ、ー、とー あってお話ししたいということでね。あのー、間接的にご連絡が来ました。<laughs> 多分、丸山さんファンからでしょうね。なんか twitter の dm とか、あと youtube のコメント欄とかにコメントあって、あのー、1万円スパチャしてね <laughs>、えー、お話しましょうということをね。あのー、言わしていただいたんだけど、ちゃんと反映されたか分かりません。なぜならスパチャした後、すぐに誤 <laughs> 操作で <laughs> コメント削除しちゃったんです <laughs>。コメント削除しちゃったんで <laughs>。 反映されていることを願いたいただ1万円を送っただけになっちゃってるんですけどまあそれはいいとしてであの全然いいですよあのなんかえっと5月の10日までは日本にいるって話なんでまあそれは全然いいですで一応僕の希望としては、えっと、5月の8日5月の8日えっと月曜日だったかな 5月の8日の月曜日夜であれば、えー、大丈夫ですあの。ぜひ柏に来ていただければおごらせていただきますんで <laughs>、えー、ぜひねコラボさしコラボしていただければというふうに思います。3えー、と5月の8日月曜日夜、えー、柏に来ていただければ、はい、コラボさせていただければというふうに思います。一応ねこのコラボって あてお話ししたいっていうのは丸山穂高さんから、えー、おっしゃられたおっしゃられたことであって、僕からお願いしたわけではないんです。その理屈はわかりますよね。さすがのあの妄信バカ信者の皆さんも、はい。だから僕から、えー、丸山さんにご連絡を差し上げていかがですかっていうのは変な話なんで、イ、えーいいらしシップの丸山さんから僕の方にもうねあの動画動画概要欄に僕の電話番号書いてありますんで。 ご連絡いただければ <laughs> え、まあ調整できるんであればね、えー、調整していただければと。五月八日以外だとちょっと僕厳しいんで、えー、一応ねこれでもちょっと忙しくさせてもらってる方なんで <laughs>、これでもね、五、えー、月八日であれば、えー、月曜日の夜であれば、えー、お時間空、えー、けますんで、えー、ご連絡いただければと。 本当に丸山さんが僕と会ってお話ししたいという気持ちがあるんであればね、全然構わないんで、はい、ご連絡ください。はい、僕からわざわざ丸山さんにお伺いを立てることはしません。なぜなら丸山さんから言い出した話なんで。はい、丸山さんからお会いしたい、会って話したい、あいいですよっていう流れなんでね。で、僕はこの日ですけども、丸山さんどうですか、ご連絡くださいっていう。これにケチつけるバカはもうコメントしないでください。申し訳ないですけど迷惑なんで、はい。 これ,にもあのこれに文句を切ってつける人はもう社会不適合者だと思うんでうコメントしないでくださいねもうそこをブロックしますんでこれにケッチつけるやつははいかなあとそれぐらいかなお話しするのはえー、と、えー、あくまでもねおはな会ってお話しすることを前提と僕しますあの YouTube でのコラボだとねあのおそらくもうほらなんかこう <laughs> 煽り合戦みたいになっちゃってるじゃないですか 僕僕勘違いしないいいいいいしなななでででくだささねね丸山さん嫌嫌じじゃゃすすからよただこの一連の流れから見て僕的にはもう丸山さんの行動が不自然だし、えー、腑に落ちないしとても公平中立な立場で、えー、議事進行する議長を務め,務められることができるとは僕は到底思えないんでだから意見意義を述べさせてもらってるだけであって丸山穂高という人間僕嫌いじゃないですからねそこは誤解のなきお願いいたします。はい まあほんな感じかな、まあ、本当にあのお会いしたいということであればご連絡お電話をください。以上です